んお集まりの皆さん映っておりますか？つけてるけど。ノリタです。ナナです。ココロマンです。ママです。ツーです。ココロマン家はですね、みんな平等ですね。みんなが優しく、みんなが厳しく、たまに怒られ、たまに褒められ、みんなが平等に生きておりますね。しかしここココロマン王国では、女王様か王様の命令に従って生きていかないといけないんです。はい、王様です。ルーレットをご用意しました。ルーレットをご用意しました。ルーレットしか映ってない。ルーレットをご用意しました。なんと書いてありますか？30分から24時間まで書いてありますね。はい、ここココロマン王国では毎日王様を決めていきたいと思います。つまり対局的には王様プラもしくは女王様の1日です。王様ゲーム、こちらに王様ゲームのあれを用意しました。多ないな、なんか多くない？1本赤ついとる。おー、なるほどね。何でも言うことを聞いてもらえ、何でもその普段通りの生活の中でプラス怒られない、何でも言うことを聞いてもらえる、そういう権利が与えられる。すごいな、それ一番得なこの声。ゲームの時間をなくしてみよう。なんで平日にしたかというと、これを休日にするとこういう風にゲームの時間なくしてもらうって言って11時まで起きてるバカがおるからです。だから平日、今日木曜日にいいですか、もう一発勝負ですよ。寝る時間を増やすと。ちなみに王国で決められたルールには従うけど家来たちは使えないよって話、これ第1弾なんで。私がなったらめっちゃ損なんで。じゃあ私、違う、私がなったらここに滞在している時間で計算。あ、オッケー。だから24時間になったらここに1時間しかおらんかったら24日かかるから、ね、私も参加していいんですか、ね、めっちゃ見と。どうぞ。ありがとうございます。ココロマン王国は平等でしたからね、これまで。めっちゃ見たことあるね、ここに。今日からはもう王様だけが。これやねん、ほんまに。いせーの、あれ、あ、ないわ。全員外れ。おー、外れ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 。うん、ついちゃったんや。外れ外れ。え、次で決まったわやん。次で決まってわ、うん、嘘、うん、ほんまに、うん、せーの、あはは、私頼むで。11時間。楽しみにしとくんだな。マンゴーのアイス買ってきて。私の車で行きなさい。今すぐ行きなさい。今すぐ。ご飯遅れるやんか。今すぐ行きなさい。お金どうしたらいいんですか。お金ありませんよ。あなたの財布で払いなさい。ありました、女王様。ありがとう。いや、あなたも星座なんかい。可愛いのに。うん、これ明日来たかって。あ、了解。私何をしたらいいやろ。掃除しようかな、エアコンの。いや、あなたは。え、休みなさい。はい、わかりました。女王様のいいところを3つ書いて発信、全世界に広めるのです。これツイートした後に今日の動画のツイートしないといけないんですけど、ちょっと恥ずかしいんですけど。この女王様リツイートが早いです。ご飯食べようときに帰ってきたら2階の冷蔵庫入れとけやっていうとこ。あ、了解でございます。女王様の、女王様の言うことは無理です。なんだとなんだと。女王様にドアを開けて差し上げなさい。ありがとう。いいね、女王様は。私な、11時間女王様やねん、この家で。誰が？私。11時間？うん。誰が女王様？私。私の命令は？絶対！親子丼でお願いします。お願いしたやんな、今。うん。女王様の言うことは？絶対！くっそ言うたかんで、女王様に向かって、女王様に向かってくっそ言うたかん。2階の冷蔵庫入れとけやって言うとこ。女王様の言うことは絶対。絶対。ナナ、女王様の言うことは絶対。どこに行くんですか。ビックロイしましょう。ちょっと数々のデザートがですね、
こちらでございまして、あのスペシャルデザートを作りましょうか。コンビニになってるこれ。コンビニになってるこれ。女王様、家来が待っております。ん、一緒に食べるんですか。食べるの、見るのある、どれがいいんだ、言ってみな、誰がいいんだい。ラッキーですね、なあちゃんは。君もいるのか、君もいるのか。こんな方は持ってないやろ。うん、あやばいやばいやばい。おい、フォートナイトしとる家来さん、図が高いぞ。お腹がすき申したよ。腹減っておる。腹減っておる。女王様、何が食べたいですか。あの、言うて私、免許持ってないんで連れて行ってください。そういうこと。女王様、お寿司が食べたい。お寿司が食べたいと思っておる。お寿司、何のお寿司だし。くるくる回っておって、家来が喜んでおる。くるくる回っておって構わんから。回っておって構わんのですか。女王様、はい、女王様、お昼ご飯美味しかったです。美味しかったですね。いっぱい食べました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ほら、日本にして、あなた、あなた日本にして、我日本にして。女王様のお帰りです。ただいま。お帰りなさいませ。はい、パパパ、ありがとう。やった、嬉しい。心と七波の指導がちょっと甘いから、二人とも文句言いまくっとったで。誰、どういうことか、ケライども。テイク2。ちょっと多いね。女王様の命令、食べて。くそ、これ女王様に俺太らす作戦やられるな。食えって言ったら食わなかった。昨日食べていいから。脳のお迎えどうすんの。脳お迎えどうすん、言って。明日に女王様の命令終わんで。うん、いいよ。じゃあ女王様、家来二人食わないです。全部食べなさい。いや、うん、どれかペカペカして、どれかな。じゃあお味噌汁。あー、やばい、パイヤー、やばい。いいよね。携帯に画像、画像、別から画像取り込みや、車の画像とか取り込みや、あれをちっちゃくできる。できる。あ、できるの。それを別の画像に貼り付けれる。携帯で。え？アプリか。できる？あ、アプリか。食べんかったん？野菜炒めんのかって。これがパプリカ。なったやつ？うん。なんだって、女王様。お腹空いたんだよ。うん、どこに行くんですか。肉だよ。おい、肉だ。はい、肉に向かえ。はい、行きます。女王様、どうぞ。ちょっと女王様、どうぞ。ね。女王様の言うことは絶対。女王様の周りにみんな集合しなさい。そこママちゃん入ってるわ。いや、女王様の言うことは絶対。はい、はい、というわけで、女王様は11時間終了しました。ちょっと待って、最後に。何いいですか。何、まだ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 、あと3分あるからな。最後に女王様からの命令です。何、女王様に愛のメッセージを。よし、行くで、せーので、抱きちに行くで、せーの、大好き、大好き、大好き。もうお前は女王の時代は終わったぞ。集合せ、はい、次の時に。いや、ちゃじゃ、今じゃねえよ、今じゃねえよ。なりたい、強さなりたい。全女王、脱ぎなさい。もうあなたの時代は終わった。脱ぎなさい。行くやつ早。せーの。